こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は正常の鶴です。松の梢に止まった鶴、めでたい光景を表します。今から正常の鶴を書いています。今日までご覧いただきありがとうございました。